タカチャンネルの動画ショー。はい、最近メガネのフレームが割れて新しいメガネを買おうか迷ってます。タカチャンネルです。これは代わりのメガネです。というわけで今回は、CSM V バックルについて、言及したいことがあります。 CSM V バックルはですね、こちらね、長押しすることでね、セリフの掛け合いっていうのができるんですが、このセリフの掛け合いがね、ちょっと順番がね、順番通りではあるんですが、順番を飛び越えてしまうことがあるんですよね。だから、それがね、ちょっとね、僕気になってたんで、ちょっと送ってみたら、簡単に言うとですね、なかったことにされちゃって、もうなんか、そのまま戻ってきちゃったんですよね。これは故障ではありませんっていう風に言われちゃったんで、もうね、僕はもう単押しで遊ぶしかないなと思ってます。はい。というわけで、仕方ない。もうこうなったら仕方ないんだ。単押しで遊ぶしかないんだ。ウェッホー、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 ホー、私は単押しで遊ぶ。もう、隆起について語ります。この V バックルはね、セリフが長い。セリフが長いんで、セリフを別撮りでしちゃった方がいいかなと思うんで、もうね、また別の動画であげます。セリフはね。とりあえず、喋ってる音声なしの、ただセリフだけを流した動画をあげますんで、まあ、その動画はね、ちょっとね、まあ、裏側になるかな、裏側になると思いますが、それはあげたいと思います。新作の龍騎が公開されます。はい、以前も話した通り、この新作の龍騎というのはですね、au ビデオパスでね、ついに帰ってきます。あいつらが。龍騎のキャスト、オリジナルキャストがね、揃い踏みですよ。これはすごい。本当にびっくりしちゃいました。なんとね、仮面ライダー龍騎の木戸真嗣役、菅田隆正さん、ナイトの秋山蓮役の松田聡さん、五郎ちゃんこと湯源智久さん、仮面ライダー王者、朝倉武史役の萩野隆さん、仮面ライダーライアの高野八生さん、そして、なんと仮面ライダーガイのね、ガイですよ。サイのライダー。簡単にあれやられちゃいましたけど、でもなんか、すごくね、なんか悪いことを企んでましたよね。企んでて、それで、でもなんか、王者にね、粉砕されちゃいました。芝浦純役の一条俊さんですかね。はい。ちょっと間違ったら字幕入れます、ここに。というわけなんで、ジオ・ゲイツももちろん出ます。予告映像を見たんですが、ちょっとこれはね、生々しい戦いになるんじゃないかなと思ってます。はい。かなりクオリティが高そうです。ハードルが上がってます、一気に。もう血に染まったカードデッキが出てきたりしたんで、これはね、気になってますね。はい。というわけなんで、ぜひね、au ビデオパス入会しましょう。そして、龍騎の新作見ましょう。皆さん。龍騎のね、推しライダーと言ったら、やっぱりね、僕ね、龍騎と朝倉武史こと王者ですね。王者が怖かったですね、本当にね。ここか、祭りの場所は。って言ってね、もうすごいね、バッサバッサとね、もう犯罪者ライダーですけど、でもね、そのね、凄まじいね、戦闘能力と戦闘スタイルはね、他の追随を許さない。そんな感じですよね。前回コラボしたみじこさんから教えてもらったんですが、チャンネル登録者が200人を突破しました。イエーイ！ありがとうございます。今後も頑張っていきますんでね。タカチャンネル、よろしくお願いします。というわけで、次回もまた見てくださいね。今度は、タカチャンネル裏側で、セリフ集をどんどん公開していきたいと思いますんでね。お楽しみに。はい。というわけで、またお会いしましょう。グッバイ！こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。